こんにちは、有馬にこいさんオンラインセミナーへようこそ。皆さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。最初に有馬にこいさん事業ということでやっておりまして、この内容について少し簡単にご説明させていただきたいんですけど、この地域にはですね、神戸居留地が昔ありまして、うん、外国人文化が当時あったんですけども、それに関東大震災以降文化人たちが移住してきまして、うん、でその価値観がこう融合して阪神間モダニズムっていう、独特のモダン文化が花開いたわけです。で、そういった風情っていうのは谷崎潤一郎の笹目雪なんかにも出てまして、でこの、谷崎潤一郎の笹目雪の風情みたいな、阪神間モダニズムの風情を、活用して、その時代にタイムスリップするような街歩きイベントということで、今実施しております。モダン和装とクラシック化と、あと芸妓さんが有馬にはいるんですけども、芸妓のモダン舞踊と、こういったものを組み合わせて楽しんでいただくイベントになっています。で、これを通して有馬行くときに和装してみようとかですね、クラシック化で行ってみようとかで、芸妓さんを連れてちょっと街歩きしてみようとかですね、そういったイメージを持っていただけたら、面白いんじゃないかなということで、企画しております。観光客の方もですね、有馬に来ていただいて、ご自分がそういったこう、装いで来ていただくことで、有馬温泉の温泉情緒づくりに、観光客の方も参加していただくと、そういうコンセプトでございます。で、このオンラインセミナーなんですが、この有馬にこいさん事業をきっかけに、この、阪神間モダニズムとかですね、有馬神戸の歴史文化を、こう知っていただくと、そういうことを狙っておりまして、でこれまでオンラインセミナーということで、3回実施してまいりました。で今回はですね、4回目ということでございまして、古い建物の、保存とかですね、その、重要性とか意義っていうものを皆さんにお話をお聞きしていきたいなと思っております。やっぱりこういった小石さんのような事業を実施するにしてもですね、いろんな面でやっぱこういう古い建物とか歴史的な風景とか、こういったものっていうのは非常にそういうものがあってこそできる部分もありますので、そういったところでですね、古い建物の意義っていうものを、お話 していきたいなと、皆さんと一緒に、お話ししていきたいなと思っております。それでは視聴者の方々に皆様のご活動など最初にご紹介、いただけたらなと思っております。で、森本有さんは塩屋で屈見廃務亭の管理などをされておりまして、塩屋のこう、町づくりですかね、町づくりイベントなんかも、されているわけですけれども、少し森本有さん、ご活動とか、お話しいただけますでしょうか。はい、僕ハーフで、父がベルギー人で母が日本人なんですけど、ベルギー人の父っていうのが仏教学者で、もう亡くなったんですけど、西洋東洋かぶれの西洋人、うちの母がステンドグラス作家で日本人で西洋かぶれの東洋人っていう、なんか元々がなんか割とこう何でも濃いな文化的な広いバックグラウンドを持ってる感じなんですけど、うちの両親が、田舎が岡山県境ぐらいの兵庫県で、そこに結婚の挨拶に行った時に、中国縦貫道路ができるので取り壊しになる建物が民家があって、それが親戚筋に宮大工さんが一人いて、でその人が「家あるんやけど潰されてまうんや」って言って、そこをうちの両親が訪問して、でお話したら「あげるで」って言われて、で民家を、築80年の民家を当時もらって、お金も土地もないから、その大工さんの旧香典に6年かな、ブルーシートかけて置いとかしてもらって、その後きっかけがちょっとあって、家を塩屋に
建てるんですね。でその建てる頃が僕 3,4 歳 で大工さんが毎日来るような中、なぜか幼稚園とか保育園に行ってなくて、その現場に割と毎日おやつ一緒に大工さんと食べるっていうことがあったりして、なのでなんか今築110年とかの西洋館の洋館の旧物件ハイムテという管理運の管理運営をしてるんですけど、それより前にずっと民家の一区に住んでて、で西洋かぶれ東洋かぶれなあの人たちの中やったんで、そのまあ和モダンというか、いろんなこう生活様式は洋やけど、建物は昔の和の建物が今の住みやすい感じにリノベーションされたようなところで生まれ育って、でその、まあ、改築とかいろいろその母の仕事場とかがもう一回和感をもらってたりとかもするんですけど、2つすくって3つ目がクッキンハイムテみたいな、すごいあのいろんな話がいっぱい話したらあるんですけど、そんな中であの京都の建築家の木下さんという方がそのリノベーション結構うまい、ベルギー生活もあった、ベルギーで学んだ京都の建築家で、その人の家に僕数日遊びに行ってたことがあるんですよ、高校の時に。その時にね、桂の古い民家のが取り壊されるっていう現場に行ったんです。でその現場に行った時にめちゃめちゃその小屋組みとかが全部むき出しの民家で綺麗で、なんか号泣したんですよ。それがその後車でに木下さんのところの車に乗ってからもずっと泣いてて、うん、どうしたん、失恋したんかみたいな話をされたんやけど、 なんかその時なんやろね、その建物のこう記憶みたいなのをめっちゃ感じたことがあって、そっからなんか割とちょっとこう大事にせなあかんもんがあるなっていうのがあるそんな、はい、そんなこんなで、僕生まれも育ちも塩屋で、でヨーロッパにあの高校や大学や少し行ってたことがあるんですけど、それで震災が、まあ、経験してなくて、ベルギーにいた頃にあって、帰ってきたら神戸が割とすごい勢いで変わってて、でその塩屋は割と変わってなかったんで、それを良しと思ってたんですけど、その良しと思ってた塩屋を他の町は結構変わってて、それを良しと思ってない割と年配の人たちって多かったんですよ。綺麗になって、まあ塩屋の駅前とか結構今でもこう昭和風情のあるこうガチャガチャしたバラックみたいな商店街があるんですけど、あんなもんみたいに言う人が結構いて、へえと思ったのが塩屋の町をなんとかせなあかんなと思うきっかけだったりです。なるほど、はい、ではあのかやぶき座のお二人なんですけども、まずはあの、大橋さん、あのご活動と、はい、自己紹介お願いできますでしょうか。はい、私は栃木生まれ栃木育ち、完全に関東人なんですけれども、東京で社会人生活しばらくやってきて、2019年ですね、なのでもう今から4年前になるんですかね、に神戸市役所の、広報戦略部というところで PR プランナーというポジションの求人が出て、いわゆるまあ外部人材ですね。で週の半分市の職員として働いて、残りの半分はあ、まあ、どうぞご自由にと、あの他の仕事をしてもいいですよっていう、そういった働き方の求人が出て、全く私はもうその神戸というか、まあ西日本の方に全くその親戚とかも全くいなくて、まあ本当に興味本位でエントリーして、でその結果まあ採用いただいたんですけれども、まあそれがきっかけで私が神戸に来るようになったというのが4年前のことになります。でそれより前はずっと企業で、民間の企業で広報の仕事、 PR とか、まあ、ブランディングとかそういった仕事をずっとやってきたんですけれども、まあ、そのスキルが活かせるかなと思った、あかなり浅い気持ちで軽い気持ちで受けたところを採用いただいたのが本当に縁で、今ももう神戸に拠点も移しまして、自宅も神戸ですけれども、生活を今しているような立場です。で市の職員としての仕事は2年で終わりまして、今はフリーランスで変わらずプロモーションとか、まあ、そういった仕事をしています。
はい、では続きまして茅葺き座の永井さんです。はい、お願いいたします。あ、はい、私、茅葺き座の理事をしてます永井と申します。私本業は、まあ、先ほど大橋さんからも、まあ、神戸市の話ありましたけれども、私プロパーの神戸市の職員でもありまして、6年目かになります。で、その中で、まあ、係長になってから、割とその外の人たちとかですね、神戸の町と出会うことが多くて、その中で、まあ、かやぶきとも出会いました。で、一方で、やっぱりその、神戸市の職員すごい数いますが、多分その神戸にたくさんかやぶきが、あるっていうことも知ってる人でそんなに多分いないっていうのも、まあ現実としてあるし、僕も実際、触れる機会がなければ多分知らなかったであろうと思うので、すごくまあもったいないなというふうには思って、ちょっと今回の活動につながることがあったんですけれども、まあ本業としてはですね、もともとつなぐかっていう部署が、まあ市長と直接結構いろいろコミュニケーションして政策を作っていくみたいな、そういう時にですね、神戸市も里山を活用してですね、人とか経済、新しい流れを生み出していくっていう政策をやっている中で、そういう担当部局はもちろん積極的にそういった施策展開していますけども、市民として、地域活動としてもやっぱこういうので盛り上げていくことで、官民一緒になってやっていく領域としてすごく意味があるんじゃないかなというふうに思って、まあ、今回の活動にもつながっています。はい。なので、今回の茅葺き座の活動については、今日の来てもらっている大橋さんと一緒にだけじゃなくて、官民いろんな人が一緒になって今活動を進めていっているところなので、そのあたり今日しっかりお話できたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。で、立ち上げの経緯なんですけども、もともと即興、これは来てないですけど、NPO のメンバーである茅葺き職人のね、相良さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その3人で一回飲みに行った時に、僕もその相良さんから、その実際の茅葺きの民家の現状とかを聞いて、すごく可能性も感じつつ、結構危機感をすごく感じておられたんですよね。それを僕も実際に現場見に行ったりとかして、その時大橋さんも一緒に行って、はい、東京でね、ずっとリモートの生活の中で。そうですね。そう、だから、その3人で会う直前までの出来事として、うん、まあコロナが世の中、まあひどくなってしまって、で、私も自宅が東京にあって、毎週神戸と行ったり来たりする働き方をしていたんですね。で、やはり外出が厳しくなってきた時に、まあ市役所の人たちも、まあ一旦在宅勤務をしてくださいというふうに言われて、仕事をしたのが実際半年ぐらいもうずっと東京の自宅で仕事をしていて。で、少し落ち着いてきた頃ぐらいになって、また神戸に戻ってきて仕事をしてやって大丈夫だよというふうに言われたタイミングで、神戸にその行った時に、その相良さんと、まあ永井さんとはその仕事上、業務上でもうすでに面識はあったんですけど、うん、その時に相良さんと初めてお会いしたのが、一番初めの接点ですね。で、その時まで当然その広報の仕事をしていると、神戸市のやっている取り組みもその、政治であったりその行政のこと、あるいは街づくりのこと、観光のこと、食事、まあ、いろんなことを一通りまあその網羅する必要があるような立場にはあったんですけど、で、当然その中に里山だとか、かやぶきっていうキーワードも出てきてはいたんですよね。ただ、正直なところ、そこまであまり自分の中で意識して、向き合っては、それまではいなかったんです。ただ、その職人のその相良さんと出会ったのがきっかけで、その、あとフィールドワークと称して連れて行ってくださったんですね。その北区にある、いくつかそのかやぶきの大きいお宅を、見学しに連れてってもらって、で、その時に、まあ、すごい堂々とした佇まいに、もうとにかく私圧倒されて、うん、言うならば欲しいと思ったんですよ。もう所有欲が突然出てきて、そこで。で、なんでかっていうと、その東京の自宅に住んでいた時って、あくまで寝泊まりをするためだけに借りていたような賃貸で、うん、で、まさかそこで在宅勤務をするような環境を想定した借り方してなかったので、いざやってみると、その窓の外が隣のマンションの駐輪場みたいな、そういう感じで全く日の光も入らない、うつうつとした空間に半年間こもってたんですね。
で、まあ、それに対して、その、かやべきの家、いざ行ってみると、うん、ものすごい、なんていうんですかね、あの、中に入っても、開放感がやはりあるんですよね。まあ、天井高いのもそうなんですけど、その、自然の素材で屋根が吹かれているから、なんか、その、吹き抜けな感覚っていうか、ね、空気の流れっていうかね、空気の流れがすごかった。そう、すごく不思議な感覚になったんですよ。うん、で、ものすごくその居心地がいいというのも、その案内してもらった時に感じたやっぱり大きいポイントで、うん、まあそれがきっかけというのもあって、なんとかこういうところに自分がそこに所在する時間を増やすことができないかっていうのを考えたのが、うん、NP を立ち上げる前段でのそのきっかけの場だったという感じですね。そうですね。で、あの、やっぱりまあ、ただこういう活動するには、あの、やっぱ地域に入り込んで、いかにも地元の人たちと一緒にやっていくっていうのが大事だということで、まあ、あの、もう、本当に本気でやるんであれば、もう移住やでっていう話はして、でも彼は本当にそれに、あの、答えてくれて、今、神戸に来てくれているっていう、まあ、東京から、ね、そういう状況ですね。ですね。引っ越してきたんですよ。はい。まあ、あの、神戸市でもそういう文化財課とかですね、そういう担当の部署はあって、すごい丁寧に、あの、ケアしているんですけど、ただ、ま、職員も限られている中で、僕らがそうやって、あの、ここで、あの、つながっていく、やっぱ役所ってどうしても移動があるので、あの、僕、ここでつながっていくと、それは関係ないので、そうやって、その、草むしりからやっていこうみたいな話をしてますが、そういうふうに、あの、それぞれつながりを持つことで、困った時に何か相談してもらって、で、何かあったら、あの、また叱るべきところにつないだりとか、あるいはあの、僕もちょっと危機感感じたっていうか、すごく、今大橋さんが言ってた、本当に立派なお屋敷、本当に気持ちいいな、こんなところで、いろいろあの、子供たちとかも、あの、そうやって、あの、来てくれたら喜ぶやろうな、という、そういう場所があるんですけど。キャンプのテント何張り行けるかなぐらい、めちゃくちゃ広い庭もあって。そうです、庭もあって。ただ、そうそう、あの、ちょっと見ると、少しあの、崩れてる部分があったりとかして、で、これ、そういうのも、まあ、うまく補助使ったら、結構、あの、メンテナンスできるんですけど、まあ、その背景には、やっぱり、その、そこのお屋敷に、あの、高齢の方が、お一人住まれているだけっていう現状があって、なかなか、やっぱ、そういう補助、ケアまで、まあ、行き渡っていないっていうことを、まあ、目の当たりにしてですね、まあ、そういったところですごく、まあ、あの、危機感というか、これって5年後、10年後どうなっていくんだろう、こんなところがいっぱいあるっていうふうに、相良さんもおっしゃっていたので、まあ、そういったところで、まあ、その、役所だけじゃなくて、あの、地域活動としてできることがあるんじゃないか。ここでそうやってつながることによって、あの、まあ、困った時に相談受けれるような関係をいかにこの NP を通じてできるかっていうことを、まあ、考えないといけないんじゃないかっていうところが、あの、原体験ですね。あの、皆さんありがとうございます。すごいこうなんか面白いキーワードが出てきまして、あの、私もなんかなるほどなと思ったんですけど、うん、まあ、あの、古い建物とか景色の価値ってどういうところにあるのかなっていうところでして、出てきたこうキーワードの中でこう潰れた時にこう涙が出てくるとか、うん、あとはその、普段は住むだけの賃貸の環境にいる方がそういう建物に出会った時にここに少しでも長くいてみたいと思うとか、あとはそのそういう古い建物にとかその地域にですね住んでる方々がやっぱ高齢化がしていって、この5年後10年後あのどうなってしまうのかみたいな、まあそういったキーワード出ましたけど、あの この辺りをですねもう少しちょっと掘り下げて、なんかあの皆さんの思うところとか、なんかあの気になることなどお話しいただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。多分同じようなものを見てると思うんですけど、一、うん、回潰したらもう作り直せないっていうのは、ね、ものすごい今の技術力で絶対できないやとか、うん、強く感じるじゃないですか。でそれはまあ洋館でも和館でも一緒やし、それほんのね、なんか80年代、70年代のとかでも、もう30年、40年経ってくると、僕割と街並みでは愛おしくなってきてて、うん、そうそうそう、その辺難しくて、うん、今までそんなペラッとしてるわぐらいに思ってたのも、大事に思えてきたら、そうなんですよ。もうなんか、すごい、あの、大事なものが増えていってる感じがするんですけど、ね、あのこの間ニュースで中輪カプセルタワーがもうなくなるみたいな話ありましたけど、うん、あれもなんかそう味が今になって思いますし、うん、なんか残すだけでこうあの
味が出てくるっていう部分もなんかありますよね。で、なんか町の、まあ、文化財指定とかいろいろあるんですけど、まあ、武家派みたいな文化財指定受けてなくて、受けてないのも、まあ、いろんなランクがあるんで、普通の登録文化財でも一番下のランクを、まあ、考えたときに、それが、まあ、建物の敷地内の建物の土地の固定資産税の半額免除みたいなので、数万円ぐらいの免除なんですよ。塩屋の路線化が、まあ、すごいややこしい土地で、そんなに。そうすると、まあ、全然意味ないなと思って、で、文化財課と話し合いをして、うちの中とか見てもらうと、ちょっとずつ増築はしてるけど、増築をしてるとか改築をしてるとはいえ、それは理にかなった何十年前の改築やったりするんやけど、それも簡単にこう、最初の状態まで戻さないといけませんねって言ったりするんですよね。で、それってまあ、いろいろ指定の持っていき方があって、何十年前の状態、まあ、オリジナルの状態、何十年前の改装の状態って言って、そこをものすごい緩和していかないと、まあ、怪物に関しても、いろんな生活は変わってるし、で、中の仕様も変わってるし、で、それが、一つこうルール付けをされると、うん、そのルールっていうのがものすごい足かせになることも多いから、うん、そこを柔軟にしていかないと残せるものも残せる、うん、耐震基準もね、そうですね、それ基準に合わせていったら絶対残せないっていう予算になる建物がいっぱいあって、うん、ヨーロッパのその建築物がいまだに特にまあしっかり残ってそこにいまだに人々が住んで暮らしているっていうのが、うん、その保存することと活用ないしその何整備その耐震でもいいんですけど、うん、そういうことをしっかりやることがまあ両立しているというか、うん、共存しっかりできているエリアというかその場所だからこそ古いその築何百年で建つような建物でも未だに住環境の機能をしっかり果たす建物として存在してたりとか、うん、そういうことがすごくあるなという印象を持っていて、うん、その一方でやはり保存すると保存復元とかそういう発想になっていて、そこに人が絶えずそこに何だろうな生活を営みをすることができる場所としての何だろうな、見方ではないというか、うん、そういうところは私は単純に欧米と日本との大きな違いはあるよなというのを感じてます、ね、保存と活用結構分かれちゃってる。そうですね。でそれが一つまあかやぶきの例で言うと面白いのが、うん、かやぶきの屋根っていうのは本当に草ですよね、うん、草の屋根なので、生きてるんですよやっぱり、うん、で、下のそのかまどとかの火だったりあるいはその沸かしたお湯の水蒸気でも何でもいいんで、そういったものが屋根裏を蒸して、いぶしてくれるので、防虫になるんですよね、うん。で、そういったのがあって、初めて屋根のその機能がしっかり維持されていくというものがあって、それでは中で生活が行われているのが条件と言っても過言ではないんですが、で、そうではなくて、ただ保存するだけになった途端、その虫が湧いてしまったり、虫食いがあって、で、大雨とか、まあ天候、悪天候がずっと続いたりすると、どん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 その穴が開いて雨漏りして、で、腐食していって、最終的にあばら屋になっていくっていう、もうその家としての機能を失う、なんかその構造物として終わってしまう、その建物としての生が終わるというか、まあそういう感じのものがあって、だ保存するためには、そこで何か生かさない、生きるというか、その、うん、わかりやすく言えば火が必要なんですよ、うん、火がないとそこに生きられない、そこに火を起こす人間がちゃんといないといけないというのが、うん、それが築何百年と続いているまあ古いそのかやぶきの建物であっても、まあ、そういうことをやっていかないといけないというところが、うん、ただ一方的に火気厳禁っていうふうにやってしまったらもう、うん、あんまり良くないというか、うん、維持するのも大変になってくると思う。なんかそういうのがすごい欧米との違いだなと、うん、先ほどもそれが大きくも石の建築やから残せてるっていうのもあるけど、まあ、法隆寺が1200年普通に、ねはい、修繕していけば持つわけやから、うん、そんなことは建前でそういうことを言ってるだけやな、ね、印象に残ったのはあれですね、その相良さんの話でなんか怪物職人さんがやっぱり定期的にね民家をそれ回ってその痛み具合とかを見に行ったりとかですね、する中で、その住んでる方とやっぱコミュニケーションする、なんかある意味なんか福祉みたいやなっていうふうにおっしゃってて、なるほどなってすごく思ったんですよね。やっぱ今のね、普通の近代的な建物だと、そういう、怪物職人さんとのとか、外の人との関わり方って、
かなり希薄化してきてると思うんですけど、貝拭き職人という人が間に入ってその地域をつないだりとか、そうやってまあ日々のコミュニケーション、ちょっとあの方はちょっとしんどそうやっていうのを気づく人がいるんやなっていうのを聞いて、すごくまあそれはすごく意味のあることやなっていう話を聞き思い出しました。はい。なんかその建物とその生活の関係とか、活用と建物の活用との関係とかっていうお話ありましたけど、なんか感じたのはすごい有機的というか、単にこう古い建物があるから中をきれいにしてカフェにしましたっていうのとはちょっと違う、もうちょっとこう、深いところでのこうなんかつながり、建物とのつながりがあるなとか思いましたね。で、アリさん少しおっしゃってましたけど、その、文化財登録のこう範囲の話で、その旅館を、有馬の旅館をですね、ある時こう有形文化財登録を考えた時に、旅館はですね、旅館もやっぱ同じようにこう増築でとか、こう複雑に、なんていうんですかね、有機的にこう増えていくんですよ、それを無理やりこう繋いだりとかっていうことになるんで、だけどその規定が、まあ、文化財登録の規定があるから、それどこをどうするのかとかで、じゃあこの内装は変わっていってるから、これはじゃあ規定に乗らないのかとかですね、そういうこともあるんですけど、なんかこうやっぱこう活用にもその歴史とか文化があるし、建物とやっぱその周りのこう人の、動き、人のこう活動を含めて、なんかこう物語というか、歴史になってるんじゃないかなと思いましたね。その通りですよね。まあ柔軟にもちょっとずつなってるんかなと思いますけどね、ルールが。でも貝拭きがささらにその朽ちていくのも含めてええー、なと思うのは、富士にほんまに変えるじゃないですか。そうですね。だから廃墟のまま残って、もうどうしようもないっていうより、それが土に戻るのは一個素晴らしいことだなと思います。まあその後その壁、土壁がそのまま残ってたら、まあ丸太渡してまた竹組んで、それはよくヨーロッパの石の建築でもあれですよね。石壁が残ってるから何回でもその他の部分作れる。家ができてしまう。まああるな。そういえばもう廃屋でギリギリなんもね、治っていってますね。一方でなくなってるけど、一方で治す勢いもこうやって、意識の高い人が出てきてありがたい話。だから壁だけでも治ってたら戻していけるとか、あとは設計図だけでも残ってたら、こう復元していけるのとか、なんかそういうこう部分もなんか面白いのかなと思いましたね。森本さん、グッケンハイム邸でのご活動がすごく興味深くて拝見してるんですが、最初こうこの活動を始められた経緯といいますか、そこからどのようにしてこう、今の活動につながってるかっていうところなど、具体例がありましたら教えていただきたいと思っております。グッケンハイム邸は塩屋のちょっと東側にあるんですけど、僕実家もそれよりさらに東なんですね。で、小さな海沿いの谷間にある町なんですけど、その東側は毎日こう通勤通学でその洋館を見ていて、で特に僕ら周辺の人には原風景になっているような建物で、で何年間か、まあ僕らがその関わることになる数年前から人気がなくなって割と傷んできてたのを、うちの妹が文化資源学とかやってて、学生時代に気にして持ち主に手紙とかも書いてるんですよ。でそれはそのあんまりその時すぐには反応がなかったんですけど、まあ、なんか遅延があったりして連絡が取れるようになって、で妹が結婚パーティーさせてほしいっていうんですよ、その傷んでるままの状態 でそれをきっかけに修繕とか行えないかなって、でそれを持ち主の方喜んでくださって、でも途中で
あ、ごめんなさい、売ることになりましたってなって、うん、で、そっからがさらに売ることになったっていう時に、まあ、妻の方の洋館が、不動産に売買されて残すと聞いていたのに取り壊されるっていう、ほぼ事件みたいな新聞の一面になるようなことがあって、でその時に前の持ち主の竹内さんが、あ、その責任を持たずに売るっていうか、不動産に売るっていうことは何か放棄することになるんやってなって、遅延のあったうちの叔父から話が来て、で僕はそういう話になって大反対しかしてなくて、うん、そんなん行政のやることやって言って、うん、でもそれが話進み始めると僕しか背負う人いないやないかってなって、うん、で、その管理運営っていうのをまあやりますってなるんですけど、その建物で面白かったのは、僕らの使用の前は油業の会社 でガソリン、僕小学校の同級生が住んでたことがあるんですよ、その洋館の横の一軒家の方に。でその一軒家は会計士の家族が住んでたんですけど、会社ので、僕小学校の時にだからあそこの庭で遊んでたりして、当時は寮になってて、会社のでめっちゃ男性、まあ、ガソリンスタンドとか油業やったんで、スタンドとかに勤めてる兄ちゃんたちが住んでるような感じで、でそれがもう何十年か前の話 でなので、その建物がね、その110年の洋館の他に元女性寮でその会計士が住んでた家と、裏に男性寮の14部屋もある寮があって、で僕はむしろこれが使えるのは面白いと思って、で寮母さんになりたい、なんか若い子らが住んでくれて、でいじれたら面白いし、そのリノベ自体がすごい楽しいと思って、僕ヨーロッパでに学生時代に住んでた時に、結構学生たちが一軒の古い家を借りたりして、でみんなで直したりとかで、家買うその家族とかもみんな結構 DIY するんですよね。でそういうの見慣れてたんで、できるわっていう、一番難しいところだけ工務店入ればいいわっていうのを、その知り合いちょっと声かけたら、いろんな子が割と20代30代前ぐらいの子らが住みたいって言ってくれて、で自分らで直してな、ペンキと、うん、ペンキは提供するからみたいな感じで住んでくれるんですよ。でその初期住んでくれたメンバーとかが今塩屋の町でカレー屋やってたり、ピザ屋やってたり、で住んで子供が生まれてっていう子らも結構いて、でそんな今でも学生から68のおばあちゃんまで住んでるんですよ。そんな状況もあるし、元女性寮やったっていう建物の方は今事務局になってるんですけど、一部屋事務局で、僕らが住んでた時代、最初女子たちのシェアハウスにした時代もある、その子らが出てから僕が家族で住んで子供が生まれてっていう状態があって、5年ぐらい住んだんですけど、子供が小学校に行くきっかけで、もうそれより前も土日にイベント、大きなイベントとか結婚パーティーがあると、みんなは非日常を楽しみに来てるから、もうカーテンも開けれない、もう息殺して住むみたいなことになるから、これは無理やって言って、小学校に子供上がるきっかけで出て、そうしたらそのもう1、2週間後にシェアオフィスとして使われへんのっていう話になって、で、今何回か、中の人入れ替わってたりするけど、イラストレーターがいて、グラフィックデザイナーがいて、写真家がいた時代もあって、編集者がいてっていうね、なんか編集プロダクションみたいな感じになってて、塩屋のいろんな本とか、僕らが塩屋プロジェクトでやってたり、ブッケンハイムのとかいうのも、なんかすごいそのクリエイターたちと密につながりがあって、まあ、もともと商店会の塩屋の本を作るとかで関わり合いがあった人が面白がって住んだら、もう彼氏彼女もできて家族もできてみたいになっていくような、なんか割とね、つながりがしっかりある。その亜希さんの先ほどご説明のそのこう活動の発展のことを思うと、やっぱり最初されたこう寮にこう人が集まってくるっていう部分がすごく最初のキーポイントになっているように思うんですけども、そういう活動を始められたのは何かこう、それがやっぱ
今後その建物とか風景を守っていくためになんか一番最初に必要なことだっていう感覚があられたのか、なんかあのそのあたりのこうなぜそこから始まったのかみたいなことはどうお考えなんでしょうか。なんかね、強くは意識してないんですけど、そのまあ本当にね、自然発生と化学反応な気もしてて、漁師も一人住んでて、料理人が一人住んでて、その料理人が午後夜シフトの子で、漁師は朝帰ってきて魚ドーンと置いていって、それを昼起きてきて4時にあの仕事に行く料理人がわーってこうアジ一ケースみたいな、こう100品みたいなのを何番付けにしましたってメールが入るんですよ。みんな今日ご飯だけでおかずすもで、そんな関係とかが割と初期できてて、でそれで、あ、今日は魚と南蛮漬けあるらしいでって言って帰ってきてとか、そういう、なんやろ、生活の良さみたいなのが、その子が、その料理人の子が独立するっていう段階で、父親やったら隣の垂水の方が都会なんで、垂水に出すわとか言って、父親とか垂水とかの物件探してる。で、まあ、当時の原田育子って、まあ、歌手がいて、その歌手が東京から録音とかできて、コンサートに来てって言ったら、その人に助言は仰ぐんですよね、その料理人とかは。で、塩屋たるみどっちがいて、そりゃ塩屋はってドーンって上から言われると、そうなんやってなって、塩屋でお店を始めたって言ったら、その商店街としては当時なんか、まあその2代目が継ぐようなことはあっても、その遅延の全くない若い人がドーンとお店始めるようなことってなくて、割とそれでもその小さな町にしては革命的なことで、でそこから割となんか町の若返りもできてたりはしたんで、うん、計らずもやけど、でもそのクリエイターが住むとかも、僕なんか面白いイラストレーターがいるなって言って知り合って、塩屋のテーマ塩屋で展示してみいひんみたいな声掛けをして、で展示をしてもらったら、そのまま家賃が安いっていうのが大きいんですけど、町としてのそのまま住み始めたりっていうことも多く起きてます。で、僕の音楽友達もかなりの人がその海山近いっていうのもあるけど、安さメインで住んだりっていうこともあって、で今この前こう塩屋の PR 動画を神戸市の広報というか町づくりよね、あの垂水の町づくりのために作ったりしたんですけど、そんなんも塩屋楽団が音楽をやってて、もうグッキハイムから徒歩15分ぐらいのところから9人の音楽家が来て録音もするし、作詞作曲も住んでる子がやるし、住んでる父親に住んでる子がやるしっていう、なんかね、地産地消が人材で回ってて、それはまあ時間かかってるし、そんなに意識してやったことじゃないけど、実際なんか街が輝かされてる気がします。なんかすごい有機的な形で、ね、発展してきた、ね、僕の意図以上ですね。そんなにあのコントロールしてなくて、その子らが住むことで、その延長線上の種まきを していってるような。なんかすごくこう長い目でのこう取り組みをこう続けていく中で、こうあの出来上がっていくっていう形なんですね。はい、人のつながりとかって大事ですね。そのなんか ああいう大きなこう建物とかを維持しようと思うと、やっぱその移住の費用とかも結構かかると思うんですけど、私だったらどうするかなと思って、最初それどうやってこう回収しようかなみたいな、あの資金回収しようかなみたいなことを思うわけですけど、そうするとどうしてもやっぱこうなんか商業的な感じになってしまう、あのそういうあのありがちだと思うんですけど、アリさんの活動っていうのはなんかそういう感じじゃなくて、もうちょっとこうあの、ね、地に足ついたようなこういうあのなんかゆったりしたイメージがあるんですけど、はい、そのあたりもその、こういうこうせかされるようなそういうのはなかったんでしょうか。なんかね、あのやっぱりその土地の敷地の中にそのシェアハウスになるものと事務局になる建物が別個であったから、そのシェアハウスになるところの家賃が入れば維持だけはできるとか、最初僕それが職業になると思わなかったんですよ。で人を雇ってその洋館を維持管理することに、運営することになるとか思わずに、洋館はたまに使用があるだけで、その土地建物が
家賃でギリギリ維持できればいいわっていうのが図らずも増えていったんで、その都度考えていって、でちょっと大きくなったっていう時点で僕と嫁では対処できなくなって、その友達、音楽好きで来てくれてた友達が京都から休みがあるとわざわざコンサート、僕らのコンサートの後に泊まりに来て、空き部屋があったから、で次の日ものすごいボランティア活動を僕と一緒にしてくれる、そんな子とかがおって、その子にお願いしますって言ったり、住んでた子で失業、まあ、仕事を辞めて、でなのに結婚もして子供も生まれるってわけわからんことになってる子にお願いしますって、でその時その2人目の子にお願いする時とかは父親の仕事が増えてきて、で半分ボランティアに近いねんけど、物件は、まあ、多分同じような立場だと思うんですけど、物件は物定は、まあ、父親が盛り上がればマッチも盛り上がって、物件配みたいな仕様も増えるみたいな考えで折れるような、こう反抗業スペースな感じもあるから、そういう雇い方をして、父親のことは物件配みの仕事もやけど、父親の商店会とか街づくりとか父親プロジェクトみたいなのも仕事の時間やと思ってやってみたいなことをしてたりはする。多分皆さんそれはそうですよね。